ほら、こうやって耳を澄ませば、木々たちの幹を流れる水のせせらぎが聞こえてくるでしょ。もう少しだけこのまま聞いていようかな。なあに一人でせせらいでんだ。ほら、おいらちゃんの番だよ。はーい。1、2、3。けど、僕いつの間に年寄りになってたのかしら。65からじゃね、前期高齢者っていうくらいだから。4、5、6。後期高齢者っていくつからだっけ。75、7、8。じゃあ後期っていつまでなの。後期の後は9の10末期高齢者。僕老後の蓄えと思って働かなくちゃ、ただもう働かなくちゃって今の仕事続けてたのに。だのにとっくに老後に突入してたのね。友も来年から自動車免許、高齢者講習がついてくるよ。困るわよ。免許証取り上げられたりしたら、ヘルパーのお宅車で行くことあるもの。変よね、100まで働けって言ってるのに。昔の年寄りドラマ見たく演技してたんじゃない。ちゃんと隠居できるように。俺たちはまだいいよ。年金のこととかこの国の行く末考えるとポチとか大変だよな。申し訳ない気持ちになるよ。本当にね、みんなもっと怒って叱るべきね。あ、同性婚カード。愛しい人と同性婚、お祝いとして1000ドルもらうだって。伝言撤回。うーんと苦労してほしい。この世の全ての不運が降り注いでほしい。愛しい人よ。おいポチ、何橋本さんの車自分の駒乗せてんだよ。愛しい人とだからですよ。あ、俺も同性婚カード。まさから1000ドルもらう。橋本さん、車男乗せすぎ。多重婚じゃない、同性婚。あら、僕も同性婚。マサ悪いわね、1000ドルちょうだい。せっかくだし、僕はやっぱり大谷君としちゃおうかな。あれ、大谷君ってどんな顔してたっけ。自由気ままに京都一人旅、世のわびさびを知るってなんじゃこりゃ。どうして俺だけ結婚できないんだよ。法案通ったからって全ての人が結婚できるわけじゃないからね。ちくしょう、もうご祝儀もらい損ねた。カニ食べ放題、食べ過ぎで一回休み。はーい、どうもありがとうございました。こんな偶然あるのね。ふるさと納税のお返しにカニ送られてきたわ。でもあれね、これって年齢同一性障害よね。年齢同一性障害だから心と体の年齢の不一致ってやつよ。ハリウッドで老けメイクするかと思ってたけど、そのままで結構ですとか言われること覚悟してなきゃね。じゃあ俺も自分の老い受け入れて、橋本さん手本に老け専バーデビューでもしようかな。マサ、親父臭いし立ちだし割とモテると思うよ。え、マサさんって立ちなんですか。受けかと思ってた。まあ立ち寄りリバってやつ。リバ寄り立ち。んつうか、急に上目遣いに盗んで見ている瞳になってんじゃねえよ。早くもモテ期来たんじゃない。こういう敵か獲物しか存在しない生き物にモテたってしょうがないっしょ。ちなみにこう見えて僕もタチなんだけど、敵かしら獲物かしら。今日はいい天気ですね。はい、透明人間ね。浮気がバレて慰謝料を請求される。3000万ドル払い一回休み。婚姻には提訴の義務もついてくるからね。俺断然パックス支持するね。ゲゲ、どったの。彼氏から見下り犯叩きつけられた。荷物まとめて実家帰るって。橋本さん、
彼氏いたんですか？オイラのこと、もてあそんでたんですか？もてあそんだなんてに人聞きの悪い。2、3回バーで隣り合わせただけの間柄じゃない？オイラ、橋本さんのアクセサリーじゃない。ソウル旅行で整形？ゴマス戻る？なんで整形したら戻るのよ。トモ、お前最近保水液とか変えた？いつものヘチマ水だけど。なんで？気のせいかな。若返ってないか？カニ雑炊をたらふく食べて500ドル払う？溶き卵入れます。トモ、お前このゲームどこで手に入れた？なんかね、ビッグイシューを売ってるおじさんがよく買ってくれるお礼にってくれたの。へえ。そういえばジュマンジって映画知ってる？ボードゲームに書かれてることが現実になるって話なんだけどね。へえ。ガーン、振り出しに戻るだって。なんじゃこりゃ。怖。ジュマンジ人生ゲーム、どうしたらこれ元戻んの？確か映画だと誰かがゴールしたら終わるんだよ。けどこのゴール、まるで天にでも召されそうな妙な神々しさがあるのよね。次誰の番だっけ？俺、一回休み。僕？勝手に駒が進んでく。私たち、長い長い日々を、長い長い夜を、運命がよこす試練にじっと耐え、年を取ってからも働き続け、生き抜いてきたわ。だから最後が来たらおとなしく死んでいきましょう。そしてあの世で申し上げるの、私たちは苦しみましたって、涙も流しましたって。神様はきっと私たちのことを憐れんでくださるわ。そうしてようやくほっと息をつけるんだわ。もう少しの辛抱でようやく息がつけるようになるんだわ。何お前までせせらいでんだよ。ゴールするには俺たちはまだ時期尚早。ほい、20マス戻る。トモ、お前も一緒に道連れだ。だから駅でトイレ行っとけって言ったじゃない。もちゃ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 。ちょっとマサ、あんたお塩しなくていいの？トモ、もう考えてもみろ。亡くなったのはあのシゲボーだぞ。まあ、そうね。塩の一つや二つ撒いたところで、化けて出てこないとは思えないしね。水戸泉レベルに撒いたって。枕元に浮かんで出てくるよ。ああ、小腹空いちゃった。いただいたお寿司食べちゃおうか。あ、それじゃさ、俺お茶入れるよ。気のせいかしら。なんだか僕今日一日お茶飲んでるような気がする。俺もダブダブ。ね、やめとくか。うん、せっかくだからいただく。うん。あ、これ割と美味しいわね。シゲボーのパートナー、うん、頑張っていいもん出してたんじゃないの。立派な葬儀だったものね。っていうかお前、ガリ乗せすぎじゃね？それじゃあさ、寿司食ってんじゃなくてガリ食ってるみたいじゃん。
僕昔からこうだけど。っていうか、お寿司ってガリ食べるためにあるんだと思ってた。あれ、前にこんな感じのことなかったっけ？それってデジャブってやつ？じゃなくってほとんど同じようなことを繰り返してるみたいな。すでに生きてしまった一つの人生が下書きで、次こそが聖書みたいにできたらね。だとしたら何より繰り返さないようにするもんなのかな。いやー、やっぱ似たようなことをもう一回繰り返すんじゃないのかな。まるで芝居みたいに。ああ、私の子供の頃、清らかな時代、この子供部屋に寝て庭を眺めたものよ。あの頃は幸福が毎朝私と一緒に目を覚ましたっけ。庭もこの通り、そっくりそのまま。よっ、ラネフスカヤ。そうね、何万回演じても毎回新しい発見があるものね。それでは明日もあることですし、そろそろお休みしますかね。ごちそうさまでした。狼が出たぞー。